台湾東部台東家の県道197号線の美しい田園風景が芸術家の相手で人の目を奪いました。それはノーベル賞作家タコールの作品に描かれている景色です。リオに目を入れるようだね。しかももともとある木でこんな作品を作ったとは。面白い作品はもう一つ、頭の上に鳥が一羽止まっている全身真っ白の男性の彫像です。これらの面白い作品は農業委員会水道保持局の台東分局が企画した展示です。台湾の芸術家だけではなく、日本やフィンランド、ドイツ、トルコから10人の芸術家を招いて完成させたものです。作品はどれもタコールの迷い鳥たちに収録されている詩にちなんだもので、台湾東部台東県の県道197号線を沿って設置されています。もともとここにあるものとつながりがあり、ストーリー性もあるから人に共鳴を覚えさせやすい。大自然とのコラボレーションが美しいランドアートになっています。これら12点の作品は2019年10月13日まで展示されています。